ができてるぜ。お、エナジードリンクの新しいフレーバーが出てる。こっちのエナジードリンクは日本よりパンチ効いてるよな。ああそうかもな。眠気も一気に吹っ飛ぶぜ。ただずっと飲んでるとだんだん体が慣れるんだよな。慣れる？眠い時に同じフレーバーをいつも飲んでたら、それを飲むと逆に眠くなるという現象が起こるんだよ。だから新しいフレーバーが出てくれるのは助かるぜ。喜んでんのはいいんだけど、それお前の体大丈夫なのか。仲良し。映画館で食うホットドッグはマジでうまいよな。ああわかる。ポップコーンもだけど、映画館って場所が大事だよな。そう、あの雰囲気の中で食うのがいいんだよ。最近はホットドッグを食うために見たい映画探してるからな。それ目的と手段が入れ替わってねえか。よっしゃなんだ一番、寝不足か。ねえ、なんか寝つき悪くてな。寝てもすぐ起きちまってさ。おいおい、睡眠は基本だぜ。寝られる時にちゃんと寝とけよ。仕方ねえな、これ貸してやるから今夜使ってみな。なんだよ、睡眠薬とかか。そういうのは、いや、量子力学から紐解く特殊相対性理論って本だ。どういうことてか分厚っ。お前こんなの持ち歩いてんの。ああ、これを読めば1ページ目でぐっすり夢の中だぞ。それなら残りの944ページは持ち歩かなくていいんじゃね。おちょ、いつかまったり海岸でカフェとかやるのもいいな。コーヒー入れて馴染みの客とだべったりしてさ。へえ、なかなか優雅でいいじゃねえか。一番は割と愛想がいいからホールと調達が適任だな。で、俺もカフェの頭数に入ってんのか。おう、人脈広げて常連作りつつ、いろいろお得に仕入れてくれよ。たくちゃっかりしてんな。ま、任せとけ。よっしゃ。お、ダーツあるじゃん。俺結構好きなんだよな。この前も超イカしたマイダーツ買ったぜ。そんなに好きだったのか。そしたら今度やろうぜ。その生かしたダーツの矢を見せてくれよ。うん、でも傷つくの嫌だし、矢はレンタルでいいかな。せっかく買ったなら使えよ。仲良し。あのバンかっこいいな。トミーはでかい車好きだよな。ああ、金貯めていつか高いやつ買ってやろうと思ってんだ。バンか、確かにでかいのはいいな。大人もたくさん乗れるし、いろんなものを積み込める。みんなでテントとか買ってキャンプ場にでも行けるな。よし、10人乗れるくらいの買ってくれよ。何がよしなんだよ。お前らも乗るつもりか。まあそれも楽しそうでいいか。
よっしゃ。ハワイって流しのタクシーはそんなに多くないのかね。まあホテルで予約したり乗り場から乗るのが多いかもな。ハワイのドライバーは明るくて気がいいやつが多いし、穴場のスポットも知ってるからな。気軽にいろいろ聞くといいぜ。へえ、詳しいじゃねえか。本職のドライバーみてえだ。いや、車がないだけで今もタクシードライバーなんだが。仲良し。チェアみたいなの家に欲しいな。このくらいならハンプと木がありゃ自分でも作れそうだな。え、トミー DIY とかすんのか。ああ、大体の日用品は作れるぜ。テーブルとか棚とかな。へえ、結構器用なんだな。じゃあ木彫りの熊とかも作れたり。なんで木彫りの熊？それ観光地の土産で日用品じゃねえだろう。でもまあ今度作ってみるか。作ってくれるのか。完成したらありがたく飾らせてもらおう。仲良し。ガキの頃はこういう原っぱでゴロゴロ転がって遊んだな。結構わんぱくだったんだな。怪我とかしなかったか？傷だらけだったけど、あの頃は楽しさ優先だったからな。まあ俺もそんなもんだったかも。また昔みたいにバカやりてえな。俺からしたら今も十分バカやってるように見えるけどな。そりゃお互い様さ。死なねえ程度に楽しくやろうぜ。だな。よっしゃ。毎年この近くででかい音楽フェスやってるんだけどさ、最近は毎回暴風が直撃して中止続きなんだよな。そりゃついてねえ話だ。トミーは音楽好きなんだな。もちろん音楽は好きだけど、あの雰囲気がいいんだよ。ガンガン曲流れてみんなで騒いで好きな酒飲んでさ、自由って感じで楽しいんだよな。また参加したいぜ。じゃあ次はテルテル坊主を作って雨対策しないとな。テルテル、なんだって？晴れるための秘密兵器だよ。今度作り方を教えてやるよ。一体どんな兵器なんだ？よっしゃ。また距離が縮まったな。こんなでかい壁に自由に絵描いたら気持ちいいだろうな。トミーは絵とか描けんのか？下手の横好きっていうか、たまに遊びで描いてるだけだ。へえ、絵が趣味なんてかっこいいじゃねえか。そんじゃいつかここに俺の似顔絵描いてくれよ。一番の？おお、どうせやるならでっかい方が面白いだろう。あ、気持ちイケメン増しで頼むな。だが何がイケメン増しだよ。ずうずうしいやつだな。まあいつか待ち合わせ場所になるくらい派手な一番像を描いてやるよ。楽しみにしとくぜ、富澤先生。よっしゃ。この辺は落書きが多いな。何度消してもすぐに書かれるから所有者もお手上げらしい。ま、日本でも路地裏とかは似たようなものは多いな。一番も落書きとかしてたのか？しねえよ。せいぜいガキの頃教科書に書いてたぐらいだ。ああ、俺も教科書の端に書いてアニメーションさせて遊んだな。パラパラ漫画を書いてたのか。
思ったよりレベル高かったな。仲良し。また距離が縮まったな。洒落た感じでちょっと気になってんだよな。トミー、コーヒー好きなのか。まあな、馴染みの店じゃ自分好みにカスタマイズ注文とかもしてるぜ。へえ、こだわってるんだな。どういうカスタマイズなんだね。そうだな、俺のおすすめは豆固め、濃いめ、多めだな。なんかラーメンの注文みたいだな。てか固めってなんだよ。仲良し。また距離が縮まったな。がっつりゲームでもやりてえな。トミーは結構ゲームとかやってたのかな。ああ、ガキの頃はジェネシスとかで遊びまくってたよ。ジェネシスってなんだ、ゲームセンターのやつか。いやいや、ビデオゲームだよ。日本ではメガドライブって名前か。メガドライブってアメリカじゃジェネシスっていうのか。メガドライブも横文字なのになんでそれに名前違うんだろう。俺に言われても知らんけど。よっしゃ、深く知れた気がするぜ。ケーキも売ってるのか。にぎわってるな。タクシー側からするとケーキ屋の前は乗ってもらいやすいんだよ。ホールケーキ買ってタクシーで帰る人が多いからな。へえ、なるほどな。だからケーキ屋の位置には詳しいぜ。味は知らねえけど。俺からしたらうまいケーキ屋の場所を教えてほしかったぜ。仲良し。また距離が縮まったな。こうやって走ってる鶏見た後に鶏肉食うのちょいためらわないか。え、そうかな。そこまで気にしたことなかったけど。お前もしかして水族館の後に焼き魚定食も頼む系男子か。ピンポイントな男子だな。普通に鮭でもアジでも食うけど。ちょっと考えすぎなのかな俺。全ての生命に感謝。仲良し。コンプリートだ。ハワイに来てそんなに長くねえが、トミーとはいろんなとこ行ったな。確かにな、ここんとこお前の顔ばっかり見てる気がするぜ。しても最近は慌ただしかったし、どっかでまったり食べりてえな。だな、一丁バーでも行くか。